皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは風の時代の職業選択、女性の企業開業と自宅教室業との相性とはということについてお話をしていきたいと思います。風の時代っていう言葉を聞いて、いろいろなところで言われているなというふうに思って聞いている方もいらっしゃれば、知ってる知ってるっていうことでお話をね聞いている方もいらっしゃると思うんですけれども、最近その、風の時代ってどういう感じで生きていくのがいいんですかみたいなお話とかですね、聞かれるような機会も増えてきたので、主に風の時代っていう言葉を使うとスピリチュアル的な要素っていう風な捉えられ方もする部分もあるんですけれども、やはり星の動きっていうところもですね、時代と密接に関連しているところもあるので、少しねライトな感覚で、それを捉えていただいて、かつうまく流れに乗れるものなら乗った方がいいっていうことで、心構えとか心持ちとか、そんな考え方を本日はお伝えしてみたいと思います。はい、では早速ね本題の方に入りたいんですけれども、まずですね、風の時代は何なんだっていうお話がわからないとその後のね話が続かないと思うので、そちらをまず解説するんですけれども、私も普段から占星術とかを扱っているわけではないのでですね、ここはちょっと正確にお伝えしないといけないので、ちょっと資料とかね見ながらお話をしていきたいんですけれども、まずですね、星占いっていうものに十二星座っていうのがあるので、おそらく皆さんはそれはご存知と思うんですよ。ちなみに私は7月6日生まれなので、太陽星座の星占いでいうと、神様ということになるんですね。これも月星座、太陽星座とかいろんな占いのね切り分けがあるようですけど、皆さんが主に知ってる十二星座っていうのは普通に占いの本に出ている、そういう分け方になるんですけれども、その星座の中にはエレメントっていうのが存在していて、それが4つです。例えば、火と、あとは地、地面の地の地ですね、とあとは風と水っていうことになります。ちなみに私は先ほど申し上げましたように、水ということになりますので、カニなので水のエレメントの括りになるっていうことなんですね。で、この地か火と地と風と水がこう順番に時代のサイクルがですね、240周年周期でこう回っていってるっていうことなんですよね。で、去年ちょうどですね、2020年ですね、地から風に切り替わるっていうことで、22日です。12月の22日にその切り替えが、2010年の12月22日に切り替えがあったっていうことですね。で、その切り替えがあったところで、エレメントの時代が変わっていくということになります。で、そちらの方の、各エレメントが及ぼすその歴史ですね、そこに及ぼす影響が、地の時代はこういう時代で、風の時代はこういう時代ですよっていうのがねあったりするんです。で、それと現状どういうふうな影響があって、じゃあこれから生きていく人はね、どの道240年周期でそれが回っていくわけですから、その中にどういうふうに生きていったらいいのか、だから今は風のエレメントの時代を皆さんが生きているということを認識した上で、どういう時代の乗り方をしていったらいいのかということをちょっとねお話をしていきたいと思います。で、地の時代っていうのはその風の時代のエレメントの1個前の時代なんですけれども、そちらのテーマっていうのが安定とか経済とか、あとは物質主義、ステータス、これが地の時代が象徴する、時代の、生き方というか感覚、考え方なんですね。で、これが始まった時代というのが1841年から地の時代になってます。で、その時っていうのはちょうどやはり産業革命の時代
だったんで、まあ、経済発展とかどんどんこうね伸びていく、資本主義が生まれて技術は飛躍的に進んで、でお金があるイコール成功者みたいになるような時代背景があったんですね。で戦後の日本においても当然経済成長とか終身雇用とか、まあ、いわゆるそのね私たちのさらに上の世代の方たちが働いてた時代背景っていうのは、働けば働くほど給料が伸びたし、終身雇用なんて一回いい企業に入社すれば安定みたいな、そういう時代が続いていた。ですからその知の時代のキーワードっていうのは物質安定経済ステータスっていうものが、そのものが表されているような時代だったんですね。で、それがあると時突然崩れましたよね。2020年のコロナです。2020年のコロナによってもう時代が大きく変わりました。当たり前だったものが当たり前じゃなくなってしまったんですね。だから、知の星座の一つのキーワード、知の時代のキーワードとして真面目とか、あと節度とか精度とか、まあ、そういうこう実直な感じっていうのが知の時代の一つの特徴だったんですけれども、そういうこう組織の歯車になって働くこととか地道にやっていくっていうことが認められてた時代が一気に崩壊したんですよね、コロナっていうこともあって。で崩壊したそのきっかけはもちろんその、テレワークとかそういったものも当然あるんですけれども、要は時代がそのコロナの襲来とちょうど時代が切り替わるところがぴったりあったって、やっぱりそれは星の動きなのかなっていう部分も感じざるを得ないところはあります。で地の時代から風の時代に移ったことによってどういうふうにテーマが変わっていったかっていうと、風の時代は知性とかコミュニケーションとか個人とかっていう形になるので、地の時代とは全く違った価値観で動いていくことが、まあ時代の流れに乗ってるというか、そのように時代が変貌してしまった、変貌せざるを得ないというイメージなんですけど、別に悪いことばかりではないですよね。要はテーマとしては、自由とか平等とか、あと情報とかですね、この辺りとかも一つのテーマになってくるので、まさにそのコロナによってリモートワークが増えたことによって、会社に勤めなくてはいけない、縛られるというものが自宅で仕事ができるようになるっていうところで自由になった部分もありますよね。あと情報ですね、情報、知性情報のところで、インターネットとかでもう全国どこのものでもね取り寄せもできたりとか、あとはいろんな情報を手に入れることは簡単になっていますよね。だからもう制度そのものが崩壊することになります。学校っていうのが、学校っていう物質物体のところに行かなくても学校の授業が流れる。ただコミュニケーションはね、確かにリアルなコミュニケーションっていうのは取りにくい状態にはなったかもしれないんですけれども、まあ、それによってまた気づかされるものとかっていうものがね出てきたりして、で本質的なものが暴かれた時代にも多分なってると思うんですよね。本質的なものっていうのは、本当は自分の人生にとって何が一番大切なのかということを自分で多分考えちゃう時間もすごく多かったと思うし、環境とかも変わってるから多いと思うんですよね。家にいる時間が多いってことは、家族とすごく吸う時間が多くて、で仕事一辺倒でずっとやってきたけど本当にその人生でいいのかとかいうのを見直したりするきっかけにもなりますよね。家族と話し合う時間とかも多分増えたはずなので、ですから知の時代の常識が風の時代に変わることによって常識が非常識に変わったりとか、まあ風の時代の常識っていうのが今度はね出てきてるわけですよね。以前は例えばその何か組織に属したりとか、制度とかルールの中で動くっていうのが当たり前だったのが、今度は風の時代なんで風って自由じゃないですか。そうするとやっぱり個人とかコミュニケーションが非常にこう重要視される時代になってくるので、企業とか会社に属しているからすごいとかっていうことではなく、もう個人の名前で勝負していく時代になる。だから私で言うと高橋たか子っていう人間はこういうことができる、こういう人ですよっていうことでブランディングしていくっていうことになるんですよね。だからそれが主婦だとか
誰だとか全然関係なく、その個人の名前を名乗り、こういう価値を私は皆さんに提供することができるんだと言った瞬間から、それでこう成り立っていくっていう、そういう時代に変わって、ある意味ね、非常にこう大きなチャンスと転換点になっていきますよね。そうすると自分自身のスキルを生かして発信することができるから、今までももちろん SNS でね、発信されていた方とかっていうのが、さらにより自由に自分の個性を、会社勤めでなくてはならないとかいう概念も取り外した状態で発信できるようになってるっていうのが、まあ一番大きな特徴になってきてるのではないかなっていうふうに思います。で、風の時代にじゃあ変化して、どういうタイプの人が風の時代の時代背景をうまく使っていけるかっていうと、やはりですね、個人っていうことが重要視される分、コミュニケーションとか、あとは人とのつながりとかを上手にやっていくことができる人がうまくいきやすいですね。で、うまくいきやすいっていうためにはですね、まず自分自身に対しての信頼、自己肯定感っていうんですけれども、自分という個の人間をまず認める、その自分とつながっていく人を大切にするっていう、まあ博愛に近いのかもしれないですけどね。だから劣等感とか優劣とかっていうのは、割と知の時代にはよく年功序列みたいなところもあったんですけど、風の時代ってそれも取っ払って自由になっちゃってる分、自分自身を信じて、そして自分自身を大切にして、そしてその周りの環境も大切にしていくっていうタイプの人の方がうまくいきやすいっていう印象がありますね。じゃあ今度はそのいよいよね、まあ本題のところに行きますけど、まあ、風の時代の女性の職業とか起業とか、あと自宅教室業との相性はっていうことをお話をすると、まあズバリ自宅教室業を起業するっていうのは非常にいい時代になっているのは間違いないです。なぜならば、先ほどお伝えしたように個人のブランディングを自分で作っていけるという状態がありますよね。で、しかも、まあ、オンラインっていう情報コミュニケーションっていうところのオンラインっていうのがキーワードになっていて、自宅開業で一番ネックになるのって家族との折り合いなんですよ。自宅なんで。で、人を外から呼ぶっていうのを嫌がるとかね、いうご主人がいるとかっていうのも、オンラインであればほぼそれが解決できてしまうので、自宅教室業を開業するというタイミングにおいては非常にやりやすい時代になったのは間違いないです。で、それとともにオンラインという情報ツールを上手に使って発信していけば、自分がね、例えばそれこそ一坪企業じゃないけれども、その一角だけであったとしても、上手に例えば発信していく、それが大掛かりに料理教室とかっていうと、こう作るものとかお菓子教室とかも、それも見せながら教えないとダメかもしれないですけど、例えばまあ、これはこういう職業の方は以前から普通にオンラインは使ってたと思うんですが、人のお悩みに乗るとかいうカウンセリングとかヒーラーとか、まあそういった対人の心にアプローチをするような職業の方っていうのは、そもそもこの 1メートル四方あればお仕事になるみたいな感じになるので、まあ、どんな状態でもね、お仕事はやっていけるっていう、そういう環境が整っているっていうのが、まず大きな利点がありますね。で、もう一点は、会社員の方でも副業ができるようになった。昔は副業禁止令とかって言って、副業がバレたらクビみたいな、公的にはクビにはできないんでしょうけど、まあ、それに近いルールを課すことができていたものが、それだけのお給料をね、払って雇っておけるっていうことができなくなってしまっている、時短営業とかいろいろそういう社会背景もあってですね、そうすると副業とかができる。で、副業もサラリーマンとかの人とかがね、例えば自宅でリモートワークをやってれば、通勤時間がなくなってるわけなので、その分で自宅教室開業っていうのも全然できるようになってしまったので、むしろ自宅教室開業っていう意味では、風の時代っていうのは非常にこうタイミングとしていい時代なんだろうなっていうふうに思ってます。あと、まあお金の価値観とか住まいの価値観も大きく変わったと思いますね。
例えば年金制度がもう崩れてるよっていう話はもう皆さんね、よくお分かりのように、自分のお金は自分で守っていくっていう考え方も必要になってきますし、その時には例えば第2第3の収入源を作っていく、その一つに副業っていうものもあるし、本業パラレルで同じぐらいの力の割合で3つ4つ持つっていうのも全然悪くないと思いますけれどもね、そういうこともできてしまうということです。だから自分で自分の人生を本当に決めるのが決めやすい時代に入ったっていう、この時代の背景をやっぱ追い風にするっていうのは非常にいいんではないかなと思うんですね。個性の個ですね。個が普通に認められる、自分の考えとか自分の価値観を発信しても大丈夫っていう、そういう時代に入ったっていうことですね。ですからそういった観点から考えても、自宅教室開業っていうのは非常に時代に合っている女性の仕事働き方なんではないかなというふうに思ってます。でこの時代では、個が大事っていうことになってきたのと同時に、ご自身が本当は一体何をしたいのかとか、本当に叶えたいことは何なのか、何が一番大事で何が譲れなくてっていうものをしっかり認識して前に動いていくっていうことが必要になる時代になってきているので、今一度ですね、ずっと走り続けてきた方っていうのは、ふとそのね、内容と状態を見返して、自分が今後あと、何年とか何十年とかいう中でどういう生き方をして、どういう自分でありたいのかっていうのを、考えていくのに非常にいい時代になったんではないかなというふうに思っています。はい、ということで本日のまとめです。風の時代の職業選択、女性の起業開業と自宅教室業との相性はというお話ですが、まずズバリ結論を言うと、自宅教室開業は風の時代に非常に向いています。なぜならば、自分の個性を自由に発信できて、自分の価値観で生きていくっていうことが、周りから見ても普通に見える状態に時代がシフトしたからです。ということで、今後また自分らしく生きていきたいなというふうに考える全ての女性、皆さんにですね、このお話とかが参考になるといいなと思いまして、今日のお話をさせていただきました。それでは。